アケボノ層は、花弁と合成する5枚の学編からなる学を持つ、マンテマ族の花とつぼみの学学とは、花において最も外側にあり、その内側の花冠とは明らかに色、大きさなどが異なる派的な要素に対する集合名称である。学を構成する個々の要素は、学編と呼ばれる。花を構成する要素のうち、 普通学編は最も派的な特徴を持ち、緑色で気候を持つことが多い。学は、普通開花前の花において、他の花要素を保護する役割を担うが、目立つ色、大きさで倉庫な者を誘引するものや、果実の発達を補助するもの、花後に発達して、種子散布に寄与するものもある。また果実に残っている学は、一般名として、下手と呼ばれることがある。花において、 おしべやめしべの外側にある非生殖性の破的要素は、花皮片と呼ばれる。花皮片のうち、花の災害林にあり、その内側の花皮片とは明らかに色や、質、大きさが異なるものは、学片と呼ばれる。一つの花にある学片の集合は、額と呼ばれる。学片の配置や数は種によって決まっている。学片は、普通花の最も外側に一輪に並んで、輪生しており、 その内側に並んでいる花びらとは互い違いに配列している。数は3枚、4枚、または5枚であるものが多い。例外的に学編が複数輪に配列している例もある。1A サジオモダカの花は、花弁と互生する3枚の学編を持つ。1B ット、チョージタゲ族の花は、花弁と互生する4枚の学編を持つ。1C 黒花ーゲ族の花は、 花弁と誤生する5枚の学編を持つ。一ディール理事者の花は、花弁と誤生する5枚の学編を持つ。一位難点の花とつぼみ学編は小型で複数輪に配置している。普通学は、花の要素の中で最も派的な特徴を示す。多くの場合、学は、緑色で、光合成を行い、気候が存在する。また、普通3本の主脈がある。学は、 普通開花前の花において他の花要素を覆って保護している。また、花後の額が果実の発達や種子散布に寄与する場合もある。一部の植物は花弁のように目立つ色彩をした学編を持つ。ヒメウズやオダマキでは学編が花びらと同程度またはより目立つ。トリカブトでは外側から見える派手な部分はすべて学編であり、 花弁は学編に覆われて外からは見えない。また学アジサイなどでは一部の花の額が大きく派手で、ある。このような派手な額は、倉庫な者に対する広告灯としても機能している。園芸品種のアジサイでは、このように額が発達した花のみをつけるものが多い。にああるフラサバ倉の額の表皮には、気候が存在する。ニビット、バラのつぼみ。額で覆われている。 西姫渦の花。学編が木立ち。花弁はおしべめしべを筒状に取り囲んでいる。二ディトリカブト族の花の断面。額が目立ち、先端が湾曲した、細長い花びらは額に覆われている。二イア自イの花。花びらに比べて学編が巨大。百合の花のように外側と内側の可比編が類似した、色や、質、大きさをしている場合、学編、花弁とは呼ばれず。 普通外科比変、内科比変と呼ばれる。また下比が一輪しかない花では、目立つ色、大きさをして下比であっても、災害輪にあることからその下比は、慣習的に額と呼ばれることが多い。ただしこのような下比の多くは、他の花の額との相当性が、必ずしも明らかではないため、下比と呼んでいる例もある。また、禁煙種との比較から、明らかに学が退化したものと考えられる。単科比では、 その可比は、花観と呼ばれる。3A イノコズチ賊の花は5枚の可比片を持つ、単可比花。3ビット、二輪草の花の裏面。白い可比片が災害輪にある。3C 蕎麦の花は単可比花であり、花観状の可比が災害輪にある。3D オ白シロイバナの花は単可比花であり、花観状の可比の基部の学状の構造はつと。3E 尺の花は学を書く、単可比花。 花を構成する要素は A、B、C、D、E 遺伝子と呼ばれるホメオティック遺伝子の産物の組み合わせによってその分化が制御されている。典型的な学を持つ植物では、加賀において養生の元気に A 遺伝子と E 遺伝子が発現することによってその元気は学編へと分化する。学編が1枚ずつ理性している場合、そのような学は理編学と呼ばれる。 利変学は、油中、風路層か、音切り層か、箱ベ族などに見られる。一方、学変が多少なりとも、互いに合着している場合、そのような学は、合変学と呼ばれる。合変学は、ナスか、シソか、キキョウか、ナデシコ族などに見られる。合変学が、筒状、または、壺状の構造となっている場合、これを学頭と呼ぶ。合片学の場合、 普通先端側で、角楽編が分かれて、列編となっており、このような列編は、角列編と呼ばれる。角列編が小さい場合、特に楽馬とも呼ばれる。4A 風呂相続の離編学。4B ト西洋耳慰の離編学。4C ヒレハリ層の合わせ編学。4D 踊り子層の楽頭と細長い角列編。4E カラスの遠藤の楽頭と楽馬。 普通学は、つぼみの際に、他の花要素を保護しており、ひなげしや草の王、竹に草等のの学は、開花時には脱落してしまう早落ち性である。一方、木チゴ族、スミレイ族、ツ,ツジ家、しそ家、ナス家などの学は、花子も長く残る宿、あり性である。花子に学が発達して、果実を保護する者も,もおり、宝月では、学が袋状になって果実を包み、 皮脂では果実を包む額が硬化して、鋭い刺しを形成する。また花後に発達した額が、ハエ毒草では針に、筑波根ねうつぎでは翼に、白玉の木では火食部になり、それぞれ種子散布に寄与する。特殊な額である冠毛も、普通やど、あり性であり、種子散布に働くものが多い。また果実に残っている額には、ガス交換や植物ホルモンなどの物質供給を、 通して、果実の発達、成熟に寄与すると考えられている例もある。五栄ひなげしの開花中の花。二枚の学編はすぐに脱落する。五ビット、トマトの果実と、宿あり学。五シーホーズキの額で包まれた果実。ーティー種族の果実では、額が市場に発達する。五インシラ玉の木の額は、花後に発達し果実を包む。六栄ゼラニウムの花の裏面。 果敢も学も放射総章。6ビット白金墨れの花。果敢も学も左右総章。6シートキワハゼの花。果敢は明らかに左右総章。学はほぼ放射総章。花冠と同様に、学も放射総章のものと左右総章のものがある。学の総章性,性は普通その花の花冠の総章性,性に準じており、放射総章果敢を持つ花は、 放射奏小額を左右奏小科官を持つ花は左右奏小額を持つことが多い。ただし異なる相性性の額と花冠を持つ種もいる。七駅釣り船の花。五学編が後方へ張り出し、巨になっている。七ビット、ンハ破ンの蕾。学編が巨を形成している。七ビット、動作。釣り船相続の花は三枚の学編を持つが、そのうちの一つが、 袋状になり、後方へ、感情に張り出している。このような花避の管は、虚と呼ばれ、普通科間に見られるが、釣船相続や農前派連続では、額が巨を形成している。虚には、蜜が溜まり、そこまで口が届く、倉庫な者を選択することができる。8R15 の果実。5枚の額片の外側に5枚の副額片が誤生する。 ハチビット、ハイビスカスの花の基部、額の外側にやや小型の副額がある。バラ科の一部や、アオイ科の一部では、額の外側に、さらに額状の構造が存在する。このような個々の構造を副額編、これをまとめて、副額と呼ぶ。副額は、額と共に開花前の花を保護している。菊科の多くや、スイカズラ科の一部では、額が、多数の毛状構造になり、 花後に果実の先端で発達して種子散布を補助する。このような額は感毛と呼ばれる。ただし菊科の中には感毛が臨片状のものや脂状のもの、梱棒状のもの、非常に短いもの、感毛を描くものもいる。QR タンポポ属の花脂肪上部から多数の感毛が伸びている。Q ビットタンポポ属の感毛をつけた果実。花後に 感毛の気分が伸長する。旧死以下の子相続の果実。感毛は、羽毛状。旧 D アメリカ仙段草の果実。感毛は突起状で、逆座子がある。旧犬間大根の果実。感毛は、根棒状。ありがとうございます。